寄り添うだけで生きてたじゃないか。僕は求めやしないって言ったじゃないか。強がって強がって張り詰めた心で好きなものだけ静止して、好きなものだけ排出していく。命短し「もうがないでしょう」「もうが言えない」「私の心は嘘つきだ」「その気もないのに許した体を故障を大事にする」も見つからず、ああ分かってるけど、ある人は立派な服を着飾り、またある人は素敵なカフェへ続く。ああ50歩100歩、どうもありがとうございました。ちょっとでも聞いていってくれたら、皆さんありがとうございました。また会いましょう。ありがとうございました。